はい、こんにちは。じいちゃーはんのむいです。今回は数日前にアップした動画についてで、このような動画を撮っております。私、むいがだいぶ言葉足らずだったせいで、せっかく動画を視聴者様が見てくださって、コメントもいただいていたんですけれど、コメントを見ると、視聴者様たちにだいぶ誤解を与えてしまっているようで、で、その誤解を解くために、今回ちょっと一旦本編の方をこれ以上燃え広がらないように非公開にさせていただいた上で、今回ね、こういったものを撮らせていただいております。で、それが、何が問題だったかっていうと、かっちゃんのことを悪くムイが言い過ぎてるんだよねっていうあれで、かっちゃんに対してのムイの言葉が辛辣であると。順を追って説明しますと、桶狭間に行って、これはかっちゃん連れてこなくて正解だったな、みたいなことをまずムイは言っているわけですよ。それに関しては、ちゃんと理由がありまして、かっちゃんが、基本的に、戦国系の心霊スポット行っても、戦国自体に興味がないわけですよ。もちろん、今までに行った、島津義弘の陣跡に行って、かっちゃんが俺こいつ好きだわみたいなことを言ったり、本多忠勝の陣に行って最強って言ってる意味が分かったとか、さっき言った島津でも関ヶ原終わった後に九州に帰ってる、じゃあその九州まで行ってみようかみたいなことをね、言ってくれたりと、霊視400年分遡って見てもらって、で、そこを楽しんでもらえる分には、楽しんでもらえてよかったって、その無意もね、思うわけです。でも、今回の桶狭間っていう場所に関して言えば、ぶっちゃけ戦国好きの私が見どころがわからないんです。で、今回の桶狭間の場所に関して言えば、ぶっちゃけ戦国好きの私が見どころがわからないのが一番の問題で、正直、かっちゃんにどこを霊視されても俺もうまく返せないっていうのが、一番あって。うまく、自分が説明できない分には、なんていうの。当時のものがないわけだから、ある意味説明できなくて、しゃあなしって、やむを得ないっていう場合もあるんだけれど、でも、それでも、いろんな戦国系の心霊スポットを行くのは、なんだかんだ見れ、なんていうの、当時の光景を霊視してみるなり、現実のものを見るなりで、霊視の方に関して言えば、かなりもう、参考資料がないっていう時点であやふやで、場所がずれてるかもって思ったら、どうしようもならんかったので、じゃあ現実のその今はここどうなってるんだっていうのを見ようって思ったら、ただの公園だったわけですよ。で、周り民家で夜撮影もしづらいと。正直、あの場所に行った時に、ムイ自身は戦国が好きだからいいんです。それこそ動画関係なく、多分、ムイはいつか行ってるだろうから。でも、戦国興味ない人を連れ回してまで来る価値あるかなって。これ行くんだったら城の一つでも見て回った方が、歴史興味なくても、城の周りだったら城下町とかあるから、まだ楽しめるんですよ、そっちの方が。そういう意味で、これはかっちゃん連れてこなくてよかったかな、みたいな。戦国興味なくて連れてこられたら、これ結構辛いんちゃうのっていう。その場所に行った、ね、私が思ったので、なんていうの、この心霊スポット行くことに限っては、運転はかっちゃんがやることなので、なおさらね、ガソリンとかも使って、1時間ぐらい走って、これかーってなるよりかは、
で、二つ目。正直こっちの方が問題で、かなり視聴者様に誤解を与えてしまってたんですが、ムイが、これは、かっちゃんに怒られるぞみたいな、もしかっちゃん連れてきてたらこれは怒られてるぞみたいなことを言ったんですが、それがその誤解があると、真っ先に言うと、かっちゃんはまあ今回みたいなただの公園じゃねえかっていうような偏僻な場所に来たところで怒らないですそんなマジで怒ったりはしないです。別に動画の中でも画面の外でも。じゃあなんでその怒られるなんて言ってるのかっていうと、心霊スポットとして行ってみたけど、その全然大したことない、もしくはそのオーブすらいない普通の場所みたいなところに行くと、お前ちゃんともっと調べろよボケみたいなことを言うわけですよ。そのもちろんこれはそのなんていうの、ツッコミというか、そういう本気でね、私をそのけなしているわけじゃないんだけど、このお前ちゃんと調べろまでは、その調べても出てこない、こんな偏僻なところ出てくるわけないじゃんって返せるけど、ボケの部分がどうしても聞き流せないというか、その苦手なの、無意が、私が。もちろんね、その信頼し合える仲だから言うっていうのもあるんだろうけど、まあそのね、その要はかっちゃんが、そのかっちゃん的にはそこまで悪口として言ってるつもりではなく、その動画を盛り上げるための一環として言ってるわけだけど、それのことをその動画の中でムイが、あれ、またかっちゃんに怒られるみたいなことを言って、ああ実はかっちゃんってムイのことを動画のなんていうの、カメラ切ったらめっちゃ怒ってるんだみたいな風に誤解されてるんじゃないかと。そんなことはないよ。そのコメントでね、そういう風にちらほらあって、多分そこまで本当にかっちゃんに俺ムイが怒られていたら、怒られてたら多分このチャンネル続いてないから、もうムイの心折れるぐらいにかっちゃんがもし裏で怒ってたりしたら、そんなことがないから、ちゃんと今までね続けて来られているわけで、まあ一番のね、その誤解のポイントはやっぱりそのかっちゃんが怒ってるんじゃないかっていうそのとこなので、そこはなんていうの、安心してください。ムイは別にそんな裏で怒られてたりしないし、そのこれは単純にそのムイのその言葉足らず、舌足らずなせいで起きた誤解であると。基本的にムイの言葉遣いというか、言葉選びが圧倒的に悪いんですよ、普段から。それのせいでまた今回もね、誤解を招いたのかなっていうのが原因かなと。かっちゃんめっちゃ擁護してなんか怪しく感じるけど、本当にムイがやらかしただけだからね、これは。かっちゃん何も悪くないから、なのに何か悪者になってるから、くどいかもしれないけど本当にそんなことはないので、その怒られてるようなことは、そんな事実はございませんので、そこは安心してください。で、その問題の桶狭間の動画なんですけれども、もう一度撮り直したいなっていうのは、撮影終わって家に帰って編集画面を開いた時にもう思ったんですよ。やべえな、もう一回撮り直してえな、でもな撮っちゃったしなっていうのは。だからもう一回ちょっと撮り直してこようかなっていうのは近々やりたい。実際一人、今までかっちゃんと二人であちこち撮影して行ってて、人がいる時の兼ね合いはまだできてるとして、一人で撮影して、ああなるほど、ここが足りてないんだ、あれができてないんだっていうのが散々痛感できたので、そういうののリベンジも兼ねて、ちょっとまた桶狭間は撮り直しに行きます。民家が
周りにたくさんあって、夜の撮影はちょっと悪目立ちが過ぎるのでまた撮りに行くのであれば昼探索にはなると思うんですけど、それはそれで楽しみにしておいてください。というわけで今回の動画の誤解を解くための動画、見てない人にとっては何のこっちゃだろうけど、再生数が151になってる時点で150人近い人は絶対見てるはずなので、連続再生しない限り。なので誤解は解けたでしょうか。というわけで今回は誤解を招く動画を出してしまったということで、一旦その動画を非公開にして、間違いを修正して撮影した桶狭間はもう一回撮りに行くという報告でした。次からはこんなことないように気をつけます。それでは。